背景ね、ね、これ何仕様ですか？背景ってなんかすごい宮殿、宮殿って言ったらいいんやろか、なんか なんていうのね、うん、なんか、うん、って感じ。あー、シンデレラ、あ、確かにね、そういうお姫様みたい。あー、確かに確かに。何しようですかこれ、なんかあれ、今なんか やってる中なんですかね、なんかハロウィンみたいな。え、11月1日、11日ってポッキーの日しか知らんのだけど、それ以外なんかあるんかな、ちょっとわかんないな。なんかのあれついたわけではないんだよね。なんなんだろうね。よくわからない。字をつけてさ、ね、背景変わってんだって思ったんよ。そう。何仕様なんだろうね、全然知らないよ。全然知らないよ。ね、おとついサムネイル公演見に行きました、すごく綺麗&可愛かったって。あ、嬉しい、ありがとう。ツインテールの日だったやつじゃん、超レアだったから、あの、見れたのはラッキーでしたね。見れたのはね、ラッキーだったと思いますよ。超レアやからね、若いしかレアやから。昨日ちゃうわ。昨日ちゃうわ。昨日はなかったよな。あ、みんな、私、そう、いつかなと思っとったらさ、明日やん、ふるさと観光大使イベント。やばくない、みんな明日だってよ。てかさ、あの、なんだっけな、明日ね、ショールームさ、夜だな、夜。私、明日、ふるさと観光大使のイベント終わったらさ、稽古なのよ。そう、だから稽古に行かないといけないんだけど、でも稽古、稽古が、多分帰ってきてやってると、あさって雨だよ。だって、え、マジ最悪、雨とか終わったわ。マジであさって雨なの、うわ、ほんまや、日曜 50% やん。え、最悪、終わった、 50% とか終わったんだけど、マジ、やだー、マジ本当に言ってる、
ねえ、終わったんだけどマジ最悪だ。あ、昼からじゃん、昼から。昼からめっちゃ降る。昼過ぎからもうやばい、ザーザー降りだ。最悪なんだけど。終わったわ。マジで？マジで？マジ？マジ本当に嫌なんだけど。でも明後日さ、イベントは明日なのよ、明日ね。だけど明後日は明後日で用事があるじゃない、私にもね。そう、え、マジでマジで会えじゃん、最悪だね、終わったじゃん。明日は降んないよ、明日。明日はなんか微妙みたいな、あの曇り時間帯によるわ、なんか曇りでも昼、このイベント昼からだから、まあまあまあいけんじゃねって感じ。昼からだから、あー、どこ行ったっけな。そう、明日昼からだよね、スケジュールがさ。どこ、だから、そうだからね、ね、多分ショールームはね、夜だね、夜。うん、多分、あ、まだ確定してないわ、時間、あ、集合時間ね。けどまあ普通に考えて、そうね、明日はそのふるさとのイベント終わって、稽古して、稽古終わって帰ってきて、だからうん、多分9時前かな、9時前か8時半ぐらい、8時半か9時前ぐらいやと思う、多分それぐらいになるかな、帰ってきてだと。って思ってもらえてたらいいかな。それより早くできたら、ちょっとそれより早くしちゃうかもしれないけど、うん、とりあえずそれで帰っ、うん、そうだね、8時過ぎ8時半ぐらいかなって思ってといて、あ、思ってといてやって、思っといてください。ちょっと分かんないけどね、正直。うん、ちょっと分かんないけどね、ちょっと分かんないんだけどねちょっと分かんないんだけど、とりあえずそういう感じでよろしくお願いします。てな感じで、てな感じで、わあ、明日初めての稽古なんやけど、めちゃくちゃ緊張する、緊張するよ、緊張する。明日は後半のシーンをお稽古するらしくて、くしゃみでそう、えっちゃん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 、失礼。台本忘れんようにせないか、明日だから、やばい、明日の準備したいな、早くね、台本忘れないようにしないと、もうこれ忘れたらもう稽古にならんで、ね、これ忘れたら稽古にならないね。あと稽古着、あの明日私服だから、私服着るとして稽古着をね
持っていかないと、稽古着を忘れないようにしないとねいけないからさ、稽古着もね、うちさめちゃくちゃ心配性なわけよ自分自身がね、だからめっちゃ準備すんの早いわけ用意すんのが早いの、なんか当日に準備とか絶対にしない系の人間なんですよ。当日に準備する人の意味がよくわからないタイプの人で、マジで前もって全部準備するタイプの人、前日に服もちゃんとそこに置いて、着るものも全部置いて、で荷物も全部まとめて、メイクとかなんかそういうのだったら使ってからしまうみたいな、もうそれ以外のものはなんか全部入れとくみたいな、なんか結構ねそういう性格やからさ、めちゃくちゃ心配性なんですよね。なんかさすごい結構ギリギリな人とか多いやん、準備と朝とかにする人とか、もう私の中では勇者でしかない。だって朝なんてさ時間との戦いやで、朝なんてバッタバタするやん、朝の1分1秒ってめちゃくちゃ重要じゃない、それをさどれだけスムーズにさ進めさすかにさ全てがかかっているじゃないですか。なんかさすごいさ、本当になんか特に 何があるわけじゃないけどみたいな、あれじゃないけど、なんか絶対だって、もしないかもしれんけど、もし寝坊した時に準備してなかったら、あやばいっつって、でも準備しとったらもし寝坊しても、はっって言って、もう見て、このここの違いよ、ここの違い。なんかもう私はめちゃくちゃ準備はね、もうなんか整えてないとちょっと苦手な性格、なんかね安心しないんですよね。まあ、これに関してはすごい人によると思うんやけど、まあ私の場合はみたいなね、そう私の場合は自分が安心するためになんか用意はもう結構早い段階にしとく、できる時にしとく、なんか夜とかじゃなくてもうできる時にやっといてみたいな、そうなんよ、じゃないとさ怖いからね、そういうのってさね、完璧に準備しとかないと、ほんとマジで何が起きるか分からんから人生怖い。とりあえず私は終わった後にすぐレッスン着を入れて、台本はもう入れたから、だからもうレッスン着を入れるだけ。あとは明日の服、なんなんやろな明日の服。でも、オッケー。どこの行こげ、めっちゃ長いけどしかも今日はねやっと衣替えしました、イエーイ、やっと衣替えしたよ。なんかずっとしたいなと思っとったんやけど、なんかバタバタしすぎて衣替えができてなくて、でもなんかある程度ロンティーとか出しとったし、冬物のなんかセーターとかニットとかも出しとったんよ、長袖のもんとかパーカーとかも何種類か普通に出しとって、完全に衣替えはしてなかったわけ。あと普通夏服も全部出とったから、そうだけん、それで完全な衣替えしてなくて、もうそろそろ冬やしね、寒くなってくるから、なんか通服なんて絶対いらんやん、もうってことでどっかでと思って、今日私お休みやから
そう、稽古ね、今日私あの自分の出番のシーンがないからお休みやってんけど、衣替えを頑張ってやりました。そう、でもシンガポール行くからワンピースだけはとりあえず残してんけど、ワンピースはとりあえず残してんけど、まあ、言ってしまえばさ、なんかさ、どういう感じかあんまり分かってないから、とりあえずまあまあな、ワンピースの。だけどめっちゃがっつり私服みたいな服は何一つ残してないから、もうなんかこういう感じでって言われたら、もう一回お尻に奥にしまっちゃったからさ、引っ張り出してこなあかんけど、とりあえずほとんどの夏服しまって、冬物、なんか冬物ってさ、あの出してきたらさ思ったけど、マジでかさばるな、めっちゃかさばる、場所がない。夏物ってさ、このペッ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 やんかがいいねんけど、冬物って一つがこんな分厚いけんさ、もうさパッパンなんよ、パンパン、もうって、うん、あ、そう、シンガポールね、まだね30度弱ある、26、7ぐらいあるから、普通に夏服なんですよ。まあ、ただ室内だったらちょっとわからんね、もしかしたら長袖って言われるかも、まあ、ちょっとわかんないですけど、トリマなんか半袖だったら困るから置いといた、何個かはね。でもああいう暑い国って、海外よくあるあるやけど、移動時がめっちゃ寒い。なんか例えばご飯食べるとことか、ショッピングモールみたいなとこ、お買い物するとことかが、とりあえずエアコンがやばい。だからいつも海外行った時、あの羽織めっちゃ持って行っとった。で、暑かったら羽織をずっとこうで手に持っとったりとか、あとはバスに置いとったりとか、結構ね羽織必須だったわ。まあそのシンガポール行ったことないけん知らんけど、シンガポールの気候は、私今まで行ったことある、そう、暑い国はもう暑い県ってちゃんと暖房じゃなくて冷房かけとって、めちゃくちゃ寒かったから、そうなんですね。飛行機で何すんのだって、知らん、何すんやろね、飛行機ですることなんてあるんかな、私あんまり飛行機でなんかしてた記憶ないな。飛行機ではずっとあれや、映画とか見てたわ、映画とかの、映画とか見てた、あのモニターついてるやん、座席の椅子のとこに、それでなんか、あ、これ見たかったんやけど見てへんかってんなとかっていう映画とか見たりしてた、結構。そしたらもう全然すぐ着くよ、すぐ、あとは寝てる、あとは寝てる、眠いから。集合が基本早いから、ああいうやつって、だからその眠いから朝早いしっていうので、あの寝てる、最初寝れへんからっつってこう見てんねんけど、気がついたらこう寝てる。で、機内食、なんかその時間にもよるな、飛行時間によるけど、機内食食べてみたいな、昼とかまたぐ時だったらな、食べて、帰りは夜食べてみたいな、そんな感じ。そう、でもう着いたらメンバーとか、いやーみたいな、ネックピローとかないと普通に首痛くなる、あー痛くなる、私もすごい直角で寝てるよ、いつもこうやって、こうやって首はよく痛めるけど、一回もネックピロー持ってったことないわ、飛行機で。うん、一回もないね、確かに一回もないわ。めちゃくちゃ毎回首痛いし体痛いけど、確かに確かに、うんうん、一回もないね。なんか荷物になるけんって言っていつも持っていかへんのよな。持っていった方がいいと思うねんけど、もう荷物になるしなーと思って、
ごいムズムズする。あと寝ん時もあるけんな、一睡もせん時ある。そう、寝れへんくてみたいな、一睡もせえへんかった時もあった。気圧で耳痛くなんないやって。いや痛くなる、声ろふんふんふんってやる、そういう時は。とかゴクンゴクンってやったり、そうふんふんふん、これが重要。エコノミークラス乗るのって、エコノミークラスって何？エコノミークラッシュって何ですか？飛行機でどれぐらい時間かかるんやろうやって。いや知らん、分からん。シンガポールまでどれぐらいで行くんやろうね、全然分かんない。機内食も楽しみだよね。あれはこの時に感動したんだなと思わなかった。いや、うん。最初飛行機めっちゃ怖かったけど、めっちゃ怖かったけど、でも、今は何とも思わない。エコノミーは一番安い席。え、逆に、その他に席なんてあんの？逆にその他に席ってあるの？お前ちょっと何も知らんくて申し訳ないけど、何回も席あんの？エコノミー、ビジネス、ファースト、ビジネスクラス。あ、ビジネスクラスってあの入り口にいっちゃん近い席の人のことを言うの。ファーストって何？じゃあその次の人、そんな格差あったっけ。なんか一番前のさ、なんかリクライニング明るさもに普通の座席より 1.5 倍ぐらいでかいさ、ボックスみたいな席があるのは知ってんの。でも私基本海外のもう飛行機どんなか覚えてないし、日本のあの日本内を行き来する、それこそこの間旭川行った時はさ、一番とこに前にでっかいやつがあって、あの後ろは普通の席やん。それはファースト。え？ファーストより、え、そのもう一つは何？セカンドみたいな。そう、あれ3つあるって言っとったやんな今。あれ？それが一番最上級？ファーストクラスが一番上。なんかよくファーストクラスのお客様から順番にお降りくださいって言われとるやん。それが一番上のあのでっかい席の人たちのこと。じゃあビジネスは何？ビジネス、そんなビジネスって見た目からしてなんか格差あったっけ？え、ビジネスはそんな座席前の方ってこと？座席がそれがビジネス？ってこと？ビジネスが前の方。あ、機内食も豪華やな、上に行けば行くほど。あ、じゃあ私一番安いとこしか行ったことない。あのよく空港で、ね、飛行機に入って一番あのでっかいボックス、ちょっと広々とした空間の座席に乗って飛行機行ったことないし、だいたい飛行機いつも後ろの方やからな。じゃあ一番安い席やと思うで。うん、それ以外乗ったことない。ファーストは横慣れ。あ、な、リクライニング耐えせんねんな、こうやってピーンってな。すごい。そうなんや。
くとあ海外旅行海外行くときやっぱあのでっかいやつが絶対にええよ。やっぱさ海外行く飛行機のものにもよる、時間とか場所にもよるけど、ちっちゃい飛行機ってあるやん、なんか飛行機にも種類があるやんか。結構大きめの飛行機で行くか、本当にちっちゃい飛行機で行くか。ちっちゃい飛行機で行くと本当に座席もちっちゃいの、それで何時間も飛行するやん。めちゃくちゃ体痛い。なんかもうずっとこうやって座っとるけど、座ってられんくなってくるのよ、しんどくて。痛いからお尻も痛いし、なんか背中も痛いし、そうだからその乗る機体とかにもよるねんけど、めっちゃ痛い。いつもな、だから海外のな行くときはな、いつも痛いねん体いつも体痛いねん。体痛いし足も組むし。そうでもどっかの海外行ったときに飛行機がめちゃくちゃ吸い取って、そうめちゃくちゃ吸い取って、で飛行機自体もあんま大きくない、大きくなかったかな、でもすごい大きいわけじゃない。大きいやつってさ、なんか3列ぐらいあるやん。だけど普通に2真ん中2ぐらいだったかな、ちょっと大きさ忘れたけど、でもそんな大きくない飛行機で、あのメンバーとさ仕事に行く飛行機の時な、そしたらなんかその CA さんかな、キャビンアテンダントさんがなんかあのこうやってバーって来て、あのお席いっぱい空いてるんで、あの全然移動して大丈夫ですよって言ってくれたん。すごいめっちゃあのな、こうやって、まあ、うちら固まって座ってたわけで結構空いててんけど、でこうやってもう2人並んで座ってたの、ちっちゃい席にこうやってな、ピーンって、結構ちっちゃかったん、ピーンって座っててんか。そしたらそのキャビンアテンダントさんが、そう席空いてるから移動してくださって大丈夫ですよって言ってくれて、ありがとうございますみたいな感じで、そうそう、それであの横に座っとったメンバーとかが移動して、そうだから2席分使ってあの海外に行けたこと1回あるの。めちゃくちゃ優しかったやろ、優しかったやろ、優しいよな。そう言われたこと今までなかったんけど、あの初めてだった。そうだからあのめちゃくちゃ良かったよ。足もうこうやってずっと下にしてもしんどいから、足こうやってこうやってあの女の子座りなんていうの、足をこう横に崩したりとかもできてさ、あの絶対1人だったらでき、あ2人座っとったらできんやんか。だけどさ結構ちっちゃかったけど横に誰もおらんかった分いい感じで行けたの。そう1回だけある、それすごい安くない？初めてやった、最初で最後やったな。あれどこの国行く飛行機やったんやろ、絶対覚えてないけど、それを言ってくださったことだけを覚えてんねんな。どこだったかな、どっかの海外やったんやけど、そう忘れちゃった。そう、え7時間前後そんなにかかるん、羽田から、あれ海外に行くのって羽田じゃなくて成田から行くんじゃないの。えちょっと知らんけど、うち海外で羽田から行った記憶ないねんけどな、いつも成田空港から行ってる、行ってるよね、いつも海外は。海外で羽田空港使ったことない気する、うちはね、うちらはね。あー今は羽田からもあんねんや。じゃあうちらが行きよったら昔あったけんかな。うんだけどね、成田からしか行ったことないままで、ね、だからはないわ。成田からやったら何分な、変わらんか。いやでも成田空港と羽田空港って反対よな、だって電車とかさこっち成田こっち羽田みたいな感じやん。そう、同じ時間なんや、え長い、1時間、きつ、やばい久しぶり、えやばい久しぶりや、そんな拘束、椅子に拘束されんの、うわー。一時期さ
昔はさ海外とかも結構行かせてもらってたりとかさ、まあ、それこそさ地方にいっぱい行っきょったけん飛行機にも慣れてたけどさ、あの千枚あの千枚千枚空間に7時間も椅子に座りっぱなしとかきついな。じっとできるかしら私じっとできるかしら。じっとできるかしら。私絶対腰痛やばいやな多分絶対腰痛で死んでそうやな。うわネックピロー絶対いるな、持っていこっかな。迷うね。てか何が一番大変必要かって言ったら服装やな。うわどうしよう服めちゃくちゃ微妙やわな。えこっちは寒いやん、あっちは暑いやん、着いた瞬間問題よね。まあそれはあれかスケジュールにもよるね。一回ホテル寄らせてくれるんだったらさ、あっちの現地の服あったかいけんさ夏服に着替えられるけどさ、それがないって言われたら、あできたできた、よし。はい、というわけでまたねあのタブレットがなんていうの電源が落ちましたとまたタブレットのね電源がね、充電はね 53% ぐらいあって、しかもずっと充電しながら配信してるんですよ。だから切れることないのにまた元電源から落ちましたネックピローね、ネックピローさ持ってたんだけどさどこ行ったんだろうね。なんかさもうさもう何海外に行くこともなければ他県に行くことがなさすぎてネックピローどこにしまったか覚えてないんやけど、どこにしまったっけな。いやでもあるんですけどマジでどこにしまったか覚えとらん。どこ行ったっけな。ああちょっと忘れちゃったははははは。何の話してたっけ忘れてた忘れてた。あそうだうちさ今日さあれよ、今日は普通に衣替えしてこういろいろ、あ洗濯物取り込むの忘れとった、やべえ思い出した、やばいやばいやばい、洗濯物取り上げるの忘れたわ、やべえ急いで取り上げなきゃ、ショールームやめたら四つ湯かぶってんじゃん最悪。今日はね洗濯もやったりまた食器洗ったりね買い物行ってみたいな。ご飯はちょっと途中まで作った。今日もまた芋餅作ったんだけど、そうでも芋餅作るのって一応めんどくさいよね。なんかじゃがいものさあれを向いてさ目を取るのがめんどくさいね、なんかボコボコしてるからね。でも大好き、よくじゃがいもやる、そうやって、でももう一つはまだ作ってない、ショールームやめて作ろうと思って、なぜならまだ腹は減っていないのからまだ作ってなくて、そうだからねずっとねんでワンパンマン見てた、あの家事をやりながら見えるね。もうちねシーズン1見たよ多分。シーズン1見た、もうね今シーズン2のねあのねシーズン4の、あシーズン4じゃないこれね、シーズン2とかで分けられてるけど本数で言ったら
16話の途中まで見てます。そう、16話の途中まで見た、今日一日で。もういろんな家仕事とかいろいろやりながらめっちゃ見てた。めっちゃ面白い、ワンパンマン、埼玉最高。ギャグ線高くてマジでいいわ、ほんと。ずっと見たかってんな、ずっと見たかってんな、何年も前から。ただな、やっとるな、やってへんかったから見られへんかっただけやねんけど、もうほんまにめっちゃ見たかったから。超面白い、ギャグね、ギャグ感強いし、おもろいわマジで。だからお料理作りながらとか、さっきも見よった、洗い物しながらとか。そう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 、いいよね、超面白い。埼玉いいよね。メメンライダー好きだって。あメメンライダーくんね、おもろいね。でもさ、2シーズン2までしかないんやね。シーズン3はまだなん？シーズン3は、シーズン3はまだなのか。あとさ、あのキングがね、あんなヘタレだったとは思わなかったわ。面白い面白い。うちキングね、実は知っとったんよ。なんでかって言ったら、ちょうど私が、弟が見てて、たまたま私が見たシーン、キングがおったシーンやってん。だからキング見た時に、あ、この人見たことあるなと思ったら、そうや、弟が見てる時に見てたと一緒、あ、出てきとった人やって思った。そう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 。あ、チェンソーマンアニメめっちゃいいとこやん。次楽しみやね。次めっちゃ楽しみなところじゃない？姫野先輩とかね、出てきたよ、姫野先輩。あきくんは死なないでねって。吹雪と竜巻、あー、あれか、竜巻ちゃんってあの S 級のあれか。吹雪ちゃんはあれ、妹のあのあれでしょ、あの B 級の1位の子だよね。あの埼玉を勧誘しに行った話のあの子よね。会社でもチェンソーマンは話題になってるよ。だってほんと面白いね、チェンソーマンね。すごい少年誌って感じで、めちゃくちゃ面白くて好き。そう。ジュノス君？ジュノス君は意外にも純粋で可愛いよね。普通に純粋で可愛い。ジュノス君いいよね、面白いよね、最高だったわ。明日待ってます、待ってます、待ってます。明日ね、明日ね、明日どういう感じなんですかね。なんかそのさあ、会場的にね、なんかこう地面にこう登壇者がいて見てる人がいるのかな。なんかどういう感じなんだろうね。それかちょっとでもこう段差になってステージ的な感じのものがあって、そこでこう登壇してんのかね。どうなんだろうね、ちょっとわかんないな。
影できるのかなって。あ、なんか書いてなかった？何も書いてないんか、何も書いてないんか、撮影が可能か可能じゃないかみたいな。あ、どうなんやろね。確かに撮影可か不可か。あ、OK だって。あ、できるって、できるみたいだよ。だって星にならないようにって書いてあった。だって星ってなんだろう、なんだろうね、予測がちょっと分かんないけど、なんかなんらしい。まあ、できるって、まあ人の迷惑なんなければ OK ってことよ、何事もそう。他の方のね迷惑になったらよろしくないからね、みんなお気をつけて。わー、 AKB のファンの人はマナーが悪いわねって言われちゃったらね、もう呼んでもらえなくなっちゃうかもしれないし、普通の一般の人たちからすると、あ、仰天ちゃんのファンの人はではなくて AKB のファンの人はっていう認識の捉え方になるから、そうなんでマナーは大切に。こういう人がいっぱい、まあ、いっぱい来るか分かんないけど、人がまあいっぱいね来る、一般の方がファンじゃない方たちも来るような場所ではちゃんと気遣いとか、撮影 OK だからって言ってこうね、ずっと立ってこうやるっていう行為はしないように気をつけていただいて。ちゃんとその辺のことは皆さんもね多分分かってるとは思うんですけども、分かってるとは思うんですけども、やはりねちゃんとねとこはしないとあれなんで。ねねそう、ルールを守って楽しむじゃないと、守ってない人のせいで守ってる人たちもひとまとまりに言われちゃうから、せっかく守ってる人が損することになるので、それは本当に一番許せないことなので、まあでも今の配信見てくださってるファンで、明日来てくださるファンの人は多分きっと分かってくださってると思うので、ちゃんとね分かってるよっていうことは分かると思うんですけど、そう有楽町らしいです有楽町らしいです。なんで有楽町なんやね、よく分からんけど。なんか香川でやりたいね、香川でね。香川でねやりたいよね。そしたらファンの人も香川に来るでしょ。そして私そのついでに実家帰るからそのついでに実家帰るからさ、だいたい地元のさメンバーってさ、だいたい地元で仕事あったら
帰るよね、地元あの実家にね。みんな帰ってる。みんな帰ってる。本当は11月ね帰ろうって思ってたんですけど、いろいろ決まってしまったのでちょっと帰れなくなりました。12月もう無理だと思います。もう1月にかけましょう。1月にかけよう。もう何年帰ってないの。1年は絶対帰ってないから1月にかけたいと思う。本当は今年中に1回帰りたかったんだけど、ちょっと無理そうなんで、せめて1月には帰りたい。帰りたい、とりあえず1回帰りたい。帰りたいよー。帰りたい、1回帰りたい。お正月ね、お正月に帰れたらもう最高。お正月に帰れたら最高ですね。帰りたいです。お正月いとことか来るかな分からんけど、なんかいとことかにもさ会えるのってお正月とかお盆しか会えないじゃないですか。だからさ、まあ、来るか分からんけどさ、来るんだったら会いたいよね。そう、カウントダウン TV はまた呼んでくれるかな。うん、多分出ないと思うち。出ないし、なんならもう今の選抜みんな出れるでしょ多分、年齢的に。だってこの年から18だもん、成人。ダメなんかな、日付回るのって。分からんけど、いや出たいんですけどね、本当は。めちゃくちゃだって去年出させていただいたからね。ありがたいことに去年出させていただいたんですよ。でも出させていただいたんですけど、でもほら今回選抜少ないじゃないですか、人数。だから選抜さんたちがいて、その下にもほら元前のシングル選抜だった方もいらっしゃいますからね。なんかその下なんですよ私、その他だから出れなさそう今年は。あー出たかったな、みんなでジャンプしたかったな、せーのジャンプって。去年はね意外にもだから結構ねその辺忙しかったんです。だって劇場にも出たし、その年明けのね劇場にも出たし、でカウントダウンさんにも出させていただいたから、結構去年の年明けはすごい忙しかったんですよ。本当にありがたいことにね。今年は暇かしらね。だったらもう家に帰りたい。だったら実家に帰りたいわ。ハッピーニューイヤー、ここで一人でハッピーニューイヤーなんてマジでもう言いたくない。マジでもう言いたくない。ね、さあもう今年も残すことあと1ヶ月ちょっと。今年はまあ
どういう言い方をして今年はっていう言い方にするかちょっとあれやけど、だってカネントダウンさんも年越しのやつもあれ年越してから出とるから、まあ、正直もう今年になるんやけど、まあ、それを去年と換算したら今年はもうあと残すこと1ヶ月ちょっと、今年は今のところ一つも歌番組私アンダーで出させていただいてないので、さあ今年も一回も出させていただけることがなく終わるのかしらね。あと1ヶ月ちょっとですけどね、悲しいね。ね悲しいね。去年はねギリギリカウントダウン出させてもらって、うわ出させていただけたやったーってなったんですけど、その前は初めて歌番だったんですよ。その前の前の年かは初めて歌番に少人数の方で出させていただいて、それ M ステさんだったんですけど、 M ステさんに初めて出させていただいて、でその同じ年にカウントダウン年越しのカウントダウンさんにも出させていただいて、で次の日が年越しのカウントダウンさんだけ出させてもらって、で今に至ります。今はもう何も出てないです。もう年越してなかったら、いや続いてた歌番組出させていただいた、まあ続いてたっつっても2年前からですけど、もうないですね。悲しいですね、悲しいですね、本当に。どんどんとそういうのがなくなってくるんでしょうね。まあ私10代に戻りたいんだけど、なんなら10代に戻りたいですね。やっぱ若さって一つの武器ですよね。私はね入った時がね若い子が周りに多すぎて、若かったのに若くないって言われちゃってたから、逆に今とかって、まあ、ちょっと前ですね、もうちょっと前数年前とかで、まあ、もし15歳で入ってってしてたら普通に若いって言われてたし、なんなら全然次世代って言われてたね。やっぱ入る時のタイミング、あと年齢のあれにもきっとよるんですけど、私若いって本当に言われなかったな。あでも言われることは一つあった。外仕事さ、あの舞台で外の方と関わらせていただくようになったんですよ。まあちょっと数年前から。その時に何歳って言われて、あ、18歳ですとか19歳ですみたいな言うと、え若いねみたいな。まあその時10代だったんですよ全然。若いねみたいな。キャーみたいな。ピチじゃんみたいな。若いんだって思いましたね若いんだって思います。それまで本当に若いって言われなかったから、そう若いねって言われましたね。一番舞台の中で若かったりとか最初の舞台はしてたから、今回のね舞台は一番若くないです。今回一番多分出演者のさんの中で一番若い子は2つ下かなの子が一番若くて、確か多分ね、多分そう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 、で多分同じぐらいの年の方が何人かいらっしゃるかな、多分ね、分かんない、見た目の判断だけど。でも一番若い子はね22の年ですって言っとったから、そう多分その子が一番若いかな。うんうんうん、あとは多分、あとはあの皆さんの年齢知らんけど、あとは見た目的に多分私と同じぐらいの方が結構多いかな、多いのかな。でも分かんないな、この業界マジで見た目当てにならんからな。みんな本当に若く見た目が若すぎて、その年に本当に見えないから、それがなんか童顔とかじゃなくて、シンプルに芸能人さんあるある、その年に見えない
からめちゃめちゃけ同い年ぐらいかなと思ってても違うかパターンもあるかもしれない。逆に相手も私結構年上に見られるから同じぐらいかなって思ってるかもしれん。そう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 のパターンもあるかもしれんけど。そう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 なのよね。だからちょっと実は分かんないけどね。そうね、年齢を聞いてびっくりあるある。いやマジでびっくりする。あ、え？みたいな。あ、え？あ、そうなんですね。なることめっちゃあるよ。うん。20代かと思ってたら30代だったりとかね。あ、えーみたいな。怖いよね。そう。ね。あるあるなんですよ本当に。いやだって思うやろ、テレビの中の芸能人の方とか見てって思いません？え、この俳優さん女優さん、あ、もう何歳でいらっしゃるんだみたいな、怖ってなりません？なるよね。それそれです、それ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 です、それです、それそれです、それ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 です、それそれ。足立由美さんとか、足立由美さんはマジでなんか何歳かわかんない。なんか結構よく聞くのは、童顔な人ってある程度年いったら老いるのが、一気に老いる人は老いるって言うんですよ。で逆に老け顔の人は今まで老けてきたからこそ、ある一定の年をいくと若く見えるみたいな、そのこうらしくて、それをすごいよくあの いろんな人に、私が老け顔って言ったらよく言われてたことなんですけど、でも足立由美さんに関してはマジでずっとずっと顔がお若い、ずっと童顔みたいな。そう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 。いやすごいすごいよね本当に。うん。そう。すごいよねなんかね。あれはなんかすごいよね。ねえ。あと逆になんか垢抜けてからずっと若返ってる女優さんとか俳優さんいらっしゃいますよね。やっぱデビューした時ってちょっとこうやっぱりあのね、あと 10% 切っちゃって、もう充電できてない、もうちょっとショールーム終わりします。まあ1時間経ったからいけるっしょ。じゃあじゃあじゃあ、13春太郎さん、12ナッティーさん、11シュガーさん、明日見に行くだって、おー待ってます。14カヤンさん、9ヤングさん、8マボルさん、7サラマメさん、6イジンドさん、5ヤキヒカさん、4ジェリーさん、3モックセイトさん、2ワイマツさん、そして今日の第1位はチカイシーさんです。ありがとうございます。明日はね皆さん、いやうちまだまだ先だなとか思ってたら明日だよ、やばくない？あーまだ先だと思ったんだけど、マジでやばいわ、明日だってよ。みんなやばいよね、どうする？もうこんな感じでもう舞台本番来ちゃうんかな。まだ稽古初日してないけど、もうすでに不安で、明日はねその終わった後に私お稽古に行きますので頑張ります。イエーイピースというわけで、明日来てくださる方はあの有楽町であるんでね、あの明日来てくださる方はお待ちしておりますので、お待ちしております。楽しみましょう皆さん。では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 、
そんな感じかな。あと舞台のねチケットも販売中なので、ぜひ皆さんゲットしてください。というわけで今日はちょっとね、電源が元線から切れるとか、なんか充電してんのに充電できてないというハプニングがありまして申し訳ないのですが、この辺で終了させていただきたいと思います。ゆいなちゃんはこの後晩ご飯を作って、あ、作ってるやつもあるんですけど、まだ作ってないやつもあるんで、作って晩ご飯を食べたいと思います。いただきます。それじゃあ皆さん、また明日のね、その配信は、そうだから稽古が終わってから20時半ぐらいかな、帰ってきてからしようと思ってるので、それぐらいの時間だと思ってください。またゲリラで始めますって言って始めますんで、よかったら遊びに来てください。明日は多分だから配信時間としては多分15分20分ぐらいしかしないですね。申し訳ない。だそんな感じで明日皆さん、明日有楽町でお会いし、お会いできる方お会いしましょう。じゃあバイバーイ。